カメラは、はい、カメラは意識していいですよ、別に。あっちで行ってますからね。はい、分かりました。はい、始まったの。はい、はいよー。いやー、皆さんお待たせしました。全国1100万人の親子ファンの皆さん、なんと1年ぶりですね。おはようございます。おはようございます。なんかね、今日ね、7月27日は親子の日ということで、恵比寿のスタジオからお送りしてますけども、去年はね、司会を私一人でやってたんで、画面が汚い汚いと皆さんのお叱り受けたんで、今日はですね、若くてピチピチした女子大生を用意しました。はい、かえでちゃん、よろしくお願いします。素晴らしい、自己紹介してください。はい、渡辺かえでと申します。もうすぐ20歳になります。やらしいですね、もうすぐ20歳って素晴らしいですね。ありがとうございます。それで何をされてるんですか。今大学に通ってまして、うん、大学でメディアの勉強とかを中心に、はい、させていただいてます。苦しいことやってますね。結構伸び伸びやってますけど、ね、女子大ではないんですね。女子大ではないです、共学で。じゃあいろんなボーイフレンドとかいろいろ大変なんじゃないですか。それがとんでもないんですよ。またね、これ親が見てんじゃないかと思ってね、すごいいい子になってますけども。でなんとね、カエルさんは15分前にここ来たばっかで、右も左も分かんないということで、びっくりしました。そうですね、まずちょっとこの親子の日っていうコンセプトすらちょっと飲み込めてない状況、そこからですか。ちょっと私は隣に座ってんのに親子の日を知らないと。そうなんですよ。なんですか、親子の説明しましょうか。お願いいたします。あの5月の第2日曜日は何か知ってます。母の日ですよね。カーネーションあげたりしますよね。あげましたね。6月の第3日曜日は何か知ってます。母の日で、うん、父の日ですね。ですよね。で今日は7月の第4日曜日、はい、この日をですね、なんと親子の日と制定した人がいるんですよ。お、その人がですね、今日のね、撮影の主役ブルース・オズボーンさんですね。いらしてるんですね。はい、なんとね、35年以上前に日本にやってきて、で日本の親子写真を撮ったらですね、はい、なんか親子っていう言葉はね、はいはい、ワンワードになってるのは日本語だけだってことに気づいたわけですよ。そうなんですか。あの会長英語得意でしょ。そうですね、一応親子って言葉あります、英語で。親子、家族ではないですね。家族じゃないですよ。だからペアレンズ&チルドレンとか、はいはいはい、ね、そういうアンドで結ばれるじゃないですか。それ日本語はなんか一文字になってるって言うんで、はい、感銘受けて、なんとそれから5000組の親子持ってるんですよ。私より知ってるかもしれない。そうですよ、ほとんどの日本人よりね、知ってるわけですよ、はい、それでね、で第4日曜日、7月第4日曜日親子の日に定めて、その日はね、全国から100組の親子さんを招いて撮影してるんですよ。今日もここで、ここでね、なんと下でガチャガチャうるさいでしょ。ここでやってるんですよ。それでね、それがもう12年になって、はい、今年12年、なんと12回撮影会やってるんですけど、それでね、10回目をね、記念して、去年はなんとね、映画を作って、おー、すごい。映画親子。どんな映画か知ってます？いや、ちょっと初めて聞きまして、ぜひ教えていただければ。あんなに宣伝したのにも、どんな映画かも知らないですか？がっつりいきますね。申し訳ないです。なんとね、上映会とかもやって、はいはい、そうですよ。でね、そんなこともあろうかと、はい、監督用意しました。おっと、映画親子の監督、井上さん、じゃじゃーん。はい、よろしくお願いします。やりましたよ。はい、監督の井上です。さっきずっと前髪ね、直しましたもんね、横で。あんまり変わんないですよ。井上さん、お疲れ様でした。はい、今日、どうですか、監督。監督も初めて見るじゃないですか。そうなんですよ。生まれて初めて生監督ですよ。ちょっといきなりこの距離で出てるんですけど、いますね、そんな近くなくていいっていうのにどんどん近づいてますからね。やっぱ井上さん、どんな映画ですか、親子は。映画親子、はい、この、 あの親子って映画はですね、まあ、あの先ほどもちょっと説明ありましたように、はい、あの親子の日に10周年が、一作になりまして、それを記念してですね、作られた映画ですけれども、まあ、あのブルースの、30年間親子を撮ってるんですが、その30年間の軌跡と、それからそのブルースが撮ってきたですね、あの親子の人
それに、ちょっとそのドラマをですね交えた、ただのドキュメンタリーじゃなくてですね、ドキュメンタリーとドラマのちょっとコンポジットしたちょっと変わった映画です。さすが猪俣さんね、いろんな上映会で喋ってるから、ね、かなりうまくようやくできるようになったように最初は大変でした、長くてなんかね、予告編とか用意してあるんで、そうですね、ちょっと見てみたい、見てみましょうか、お願いします。はい、予告編バチって言われますね。あ、まあ、ちょっとすぐじゃないね、予告編の出来が悪いことするじゃないですよね、はい、なんとね、さっきからね、トラブル続きですよあの、ここのね、中継班はね、今日6時ぐらいから入ってやってるんですよ。あ、そうなんだ。うん、でもね、こうやってうまくいかないんですよね。あ、そういうもんです。うん、で、大体は、じゃあ僕たちはさ、その上映会いろいろ行ったんで、ちょっと会社に説明しましょうよ。そうですね。どんなところでやったんですか、まず上映会は。まずですね、この映画のそのドラマの部分を山口県のクラマスというところで撮影しました。で、その山口県の二松っていうのは瀬戸内海の小さな、島とそのすぐそばの工業地帯なんですけども、はい、そこでまずお披露目の記者会があって、そしてその後ですね、今年の3月に、6月か、東京都写真美術館というところに、エルスガーデンプレイスのところにあるのよ、近くですよね、近く、はい、うん、そこで上映会やって、関さんにもあのトークショーの司会やってもらって、もう毎回ね、これから始まりますって言ってね、何回もやられてるんです、ね、終わったって皆さんどうですかって言ってね、はいはいはい、でもね、そうそうたる人々が見に来てて、星野純子さん、この映画にも出てもらってるんですよ、星野純子さんと大林さんと、デザイナーの、知ってます、すごい強力な顔してる、私たちは親子の全員連れて見てんですよ、そこで。怖いですよ。いや、怖くないですか？あのね、すごい優しい人でね。怒ってる顔してるんですけど、怒ってないんですよ。もう最初、ビクビクしてたけどね、あ、にこやかなんだなぁと。で、そんなところでね、横弦には見てみましょうよ。そうですか。かえちゃんもそれ見てないんで。行きますか、はい。じゃあ、映画の横弦です。今までのカメラマンと全然かけ離れてる。俺のシャワー見てみたいな。英語では親子という一つの言葉というのはないですね。それは過去があって現在があって未来です。親子。あんたは私の生まれ変わりだよ。似てますよね。そっくり。自分の大切なものを取ってほしい。大切なもの。親子は the chain of life. Present to the future. 親子。僕の大切なものはお母さんとお父さんです。親子。どうですか、かえちゃんどうだった、見て。いや、なんか思ったよりすごいたくさんの親子の方が出演されていらっしゃって、うん、そうですよ。だってさ、今まで5000組撮ってんだからさ、5000ってすごいですよね、うん、だからね、大変なのは猪俣さんもね、編集が大変だったわけね。そうですね、これなんか半端じゃないですもんね。もうだから最初に繋いだオリジナル韓国バージョンっていうのは17時間になっちゃう。やばいね、半日くらい、半日見ても終わんないみたいな、ね、うんうんうん、うん、それを1時間半にこうギュッてやったんで、もう本当にいろんな人たちがね、内容の濃いものになってるんですね。ちょっと見たくなったよ、かえちゃんも。ちょっと今の予告編で撮られました、ね、うん、でもね、俺たちのモニターはね、あの反転してるんでね、そうなんですよ、ほとんど読めないっていうね、ちょっと文字がね、嫌がらせみたいな感じで映ってましたね。でもね、本当に大好評で、そうですね、うん、まあ、どうですか、撮影で苦労した点とか、そういうのなんかありましたか、まあ、もう顔だらけですけどね、まあ、まずそのドキュメンタリーっていう部分で言うと、やっぱりいろんな人たち出てるんですけども、まあ、僕が意図 しないような方向にどんどんこう話がいったりね、なかなかこう、例えば、まあ、聞きたいことよりも違うことをね、なんか答えてくれたり、でそこは逆に面白かった。例えば、鳥越さんのところなんですけど、鳥越さんはですね、親子の被害、鳥越俊太郎さんね、さんね、あのキャスターの、が出てるんですけど、鳥越さんには親子の被害、いかに素晴らしいかっていう話を聞きに行ったんですよ。うん、なので鳥越さん、
親子に来たの分かんないよ。いや、これもない。私もこれもない。いや、俺も 見ましたけど、じゃあ、僕は息子はいらなかったみたいなことから、このわけ。なぜなら、親父が嫌いだったからみたいな。逆親子みたいな感じになってたね。でもね、それが逆に良かった。そう、本当のなんて親子関係。ありのままの親子。だけど、それが、まあ、鳥越さんは、その、お父さんの葬式の時に、嫌いだったお父さんがどんなだったかっていうのが分かるみたいな、そういうなんか感動的ですね。ちょっと感動的な話。今ね、撮影の資料が出てますけど、ちょっとこれに関して思い出の話があれば、はい、これどこですか？くたまつですね。その山口県のくたまつドラマ部門ですね。このカメラで撮ったんですね。そうなんですね、はい、これ小学校ですか？これ小学校ですね。本当海が見える、うん、その瀬戸内海の小さな島で撮ったんですけど、はい、その島の子供たちに、はい、でこの映画の特徴はあんまり役者さんをたくさん使わないで、はい、ほとんど現地の人たちと一緒なんですけど、さんがないわけですね。違うんですか？演出意図変わるんですか？じゃあちゃんとね、プロの役者さんを使ってるの。プロですよ。さっきはエレベーターのなんか受け、そう、受け継ぎましたけど、主役の男の子、東半。競艇選手なんですよ。あ、そうなんですね。お母さん。これは何ですか、もう。これは、ちょっとなんか望遠レンズで、うん、クロスアップ撮ってたことですね。なるほど。はい、これもクラマスですね。うん、これもクラマス。かわいらしい、ね、これは本当の親子の、はい、ガイ君とサキさんっていう、でもね、すごいいい演技してるんですよ。これ堤防のシーン、あれお父さん役の元木さんっていう人、さっき出てきました、この上に。くだまつはラーメンが美味しい、くだまつラーメンっていうちょっと特徴があって、そこのラーメン屋さんです。取材したところ。ここ焼き鳥屋ですよね。まあそうですね。あそこラーメン屋にしてね。はい、まあいろいろ。はい、でこれ感動的なシーンでね、はい、お父さん帰ってくるように願いを込めてね。あ、もうこれ全部ろうそくが。すごいろうそくが。で、ね、この時最初は5、6分だったんですよね。予定では。まあ10分ぐらい。それぐらい監督がね、黒澤明が悪いんですよ。全部持ってこいって言ってね。あら。もう大変なことみんなつけるだけで大変ですよ、もう。そうですよね。ね、消えちゃったりとか。でしょ、そうそうそう、まあ、全部こう、フードを作ってもらって、はいはい、みんな徹夜でね。いやでも写真見る限りすごい綺麗で、はい、うん。もうね、映画のね、感動的なシーン。これは何ですか？これはその、くたまつとですね、その、瀬戸内海の島を結んでるんですね、あの橋が。橋が。あのお父さんね、その島に渡れないの、なかなか。そうなんですか。その子供とお母さんを捨てて、はい、まあ、東京に出てきちゃったっていう設定なんです。ああ、そうなんですね。で、また戻ってきたんだけど、はい、この島に渡れない、勇気が出ない。そうだ、物理的距離とあと心の距離もあるってことですよ。そうなんですね、うん、その辺うまいこと描いてましたね、監督。まあ象徴的に ね橋をね、まあいい、すごく感動的なシーンの一つですね。今後、あれですか、この映画どうやったら見れるんですか？はい。つい、一週間前まで、その山口県の鞍馬っていう、さっきのロケーションしたところで、上映会終わったんですけど、終わっちゃったんです。で、今度ですね、日本では、仙台で9月から、1ヶ月間。ムービックス、仙台とリフっていう2つの映画館があります、ね。全国でもう、じゃあ。そうですね。それから順次、また全国に回ってきますけど。あと、あれですよね。リクエスト作れると、そこに持ってって、そうですよね。なんで、地震上映、ネットワークっていうのを今作っていて、まあ、安い価格でですね、映画を貸し出して、まあ、いろんなところで上映会やっていただこうっていう、活動もこれからやります。出前ですよ。そうですね。映画持ってきたっつってね。お待たせしましたってね。監督も行くんですか、そういう時は。そうですね。北省で呼んでいただければいつでも、ね。どこにでも行きますからね。特にね、女子大を中心に行くらしいですから。若い
女の子たち。そうね。だからちょっとあやちゃんも呼んでよ、大学に。ちょっとぜひ機会があれば、ね、お願いします。そうですね、はい、大学生にね、親子の大事さを伝えた方がいいじゃないですか。そうですね。ね、みんな薄れちゃってますからね、ありがたさが。ところですれば、脚本の渡辺さんと主演の茂木さんが、スタンバってるって噂聞いたんですけど、来ないですかね。渡辺さんは来ないけどね。うん、渡辺さん来ない。茂木さんはちょっと来るかな。あ、茂木いるじゃないですか。待って、待って、なんと主演の茂木さんがスタンバってました。じゃあ茂木さんどうぞ。どうも。もう救急ですね。救急ですね。救急か、いいですか。お疲れ様でした、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これから下松につながりますから。楽しいですね。ねえ。もう楽しいですね。下松では相当のバークをしてきたっていう話を聞きましたけど。そんなことないですか。そんなことないですよ。2、3件飲みを潰してきたらしいじゃないですか。全然、それは監督。いやいや、そうなんですか。ファンクラブがね。グラマースに行きまして、嘘を大事に持ち歩いてるから、あ、今日忘れた、忘れたらダメじゃないと。ということでね、主役の男の子からね、言ってもらってるけど、何でしたか、書いてあるのは。なんだっけな、パパへ、うんこ、うんこくそ、うんこか、鼻くそ、最悪ですよ、もう、最後のメッセージ。感動のところで、ありがとうとかではないじゃない。まあ本音が出るもんですよ。本音が本音が、ね、すごいラディカルなね、この子なんですね、やっぱりね。一番子供がアダキでね。そうですね。ね、でアダキといえばこの映画のそのブルースが一番最初に撮った親子っていうのがそのアナーキーっていうバンドのモヒカンのね、うん、さっき出たね、その人は彼が第一号だ、うん、そうなんですよ。でモヒカンを撮る場合、親と撮ったら面白いんじゃないかっていうことのが始まりだったんですよ。それがもう10年以上前、10年以上じゃないですか、ね、それが30年近いよ ね、 そうですね。だからカエちゃんも全然生まれてないです、生まれてないですよ。でも結婚してないぐらいじゃない。そうだと思います。もうすぐ20歳だ。戻さなくていいですね。キャバクラの絵みたいになってる。ちょっと撮影で、撮影でなんか、さっきあの、いろいろその写真出てきたけど、はい、写真見ましたよ。いや、なんか、もう1年ね、そう、ちょうど1年、ね、ちょうど、うん、8月だったんで、ちょうど1年、すぐ1年に経つんですけど、でもなんか、つい最近のことのように、本当、うん、全部が思い出というか、うん、なんか本当にあの地元の人たちとね一緒に全員本当ともうクルーも東京からカメラマンさんたちだけなんで、あとはもう皆さん全員が下町の方たちだったん で、ね、役者さんは元木さんとその脚本を書いた渡辺さん2人なんですよ。そうあとは全部現地の人たちに聞いてと思って、だいぶ壊れてたらしいですね。そう、そう、ね、もうパクパクパクっとであといろんなね役をやられてると思いますけどね、はいはい、インド人とかどうなんですか、役者人生の中における、はい、映画親子の位置っていうのは。いやー、もう僕にとったらもう、最初猪俣監督とお話しさせてもらったのはもうとにかく今までのやっぱり何かを役者としてやろうと、や何か演じようとするっていう心が働いてしまうんですけど、全くそれをなしにしてもうフラットの状態でで何もしないっていうのを撮りたいっていう、ドキュメンタリードラマにしたいっていうことだったんで、初めて、そうそうですね、はい、だから一番難しかったです、なんかしたくなるんですよね、やっぱり、そうしないと不安っていうか、でもそれはやっぱり先ほど映ってた息子役のガイと、あと奥さん役のヒロミさんとのおかげで、僕はもう本当にもう何もしないで、自然な状態で撮影できたっていうのはもう本当皆さんの周りの方のおかげで。カエルちゃんからね、見てなんか聞きたいことないですか。なんかドラマって言っても本当にじゃあ素のありのままの感じで、はい、うんうん、そうですね、ありのままもうありのままありのままでってやつですよ。素晴らしいですね。ボイボイ放り込みますね。今いやでも本当に今おっしゃったようにそのまんまが多分映していただいたんじゃないかなって思ってますね。はい、だからドラマなんだけど
ちょっとそのドキュメンタリーみたいな、ちょっとその区別がつかないような感じで撮ったんだけど、うん、あのどんどんなんかね、本当の親子になっていっちゃってるね。で最後ね、あのちょっとあの追撮をしたんですよ、それもね、本当の親子になっちゃって、あらドキュメンタリー、あ、ドラマじゃなくてドキュメンタリーになっちゃったもうなんかドキュメンタリーになっちゃって、なりすぎてなんで、ちょっとなりすぎちゃったっていうんで、もうなんか今回はカットになっちゃう、ドラマじゃなくなっちゃったんだね。ダメじゃないですか。そういえばね、その、はい、先ほどお話しするドラマの舞台、くだらしと、はい、なんと、お中継がつながって、つながりました。お素晴らしいですよ、今回ね、なんとね、全国5カ所とね、中継つながると、紅白歌合戦みたいな感じになってるんですよ。すごいですね。27時間テレビのような。だから呼び出したいですね。呼び出したいですね。お、ね、久しぶりに。ね、あー市長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 僕してますよ。わーわわ、みんないる市長これ、鎧からの中継ですか。違いますそんなこと言われる。井上さん、元さん、おはようございます。こんにちは。どうも。こちらは聞こえてるか。え？こちらは聞こえてないね。聞こえてる、聞こえてる。井上さん、元さん、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、元気そうじゃないですか。もう、あの、そちらの皆さんも、そして市長までそういらっしゃるわ。市長ですか？市長ですよ。すごいですね。伊賀、伊賀市長さんです。あの監督さん、はい、どうもご無沙汰してます。こちらこそ、今日何時から親子の日を制定をいたしました、下松市。皆さんのおかげで立派な式典ができましたことをお礼申し上げます。ありがとうございます。本当にあの市長もですね、この映画に実は出演していただいてます。あ、そうですか。はい。もうね、あの、どうのシーンですか？その、くだますにですね、あの、ブルースが撮影にしに行ったんですね。はいはい。その、くだますでの撮影シーンに、市長さんにですね、ちょっと特別に、娘さんと、もう素敵なね、娘さんと、あの、ツーショットの、もとくさん、もとくさん。はい。親子の映画を見るために泣かされますよ。はい、ありがとうございます。素晴らしい、あの、子役とあなたが、演技の皆さんが感心されておりますよ。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。いや、もう本当ね。全国の人がご一緒さんになっていただくと。そうです。もう僕もそう思います。全国みんなくだまるんだったらいいよ。もう、あの、市長の、あの、似顔絵が描いたニンニクの焼肉のタレが、もう美味しいですよ。とても美味しいです。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。はい。1本あればな。1本あればです。あの先週1週間ですね、親子の映画上映されました。くだまつ、もう一度。どうでした評判は？たくさん良かったですよ。皆さん多かったです。大変な評判でした。ですね。くだまつは本当にいいとこなので、皆さんにぜひまた来ていただきたいなと思います。そうですね。久しぶりが遅くしたね。お会いしちゃいますね。今、王城の建て替えに入ります、11月から。そうですね、後ろにあの、後ろに試合ですよね。民宿、あの、ホテル、王城、王城という、あ、この方です。どうも、久しぶりです。久しぶりです。はい、大変お世話になりました。お久しぶりです。王座です。はじめの。お、笠戸はね、来られるのお待ちしてますからね。はい。お越しくださいませ。はい、ぜひぜひ。じゃあもう王城閉まっちゃったんですか？いえ、10月までは経営します。11月。10月までは。はい、は開催します。今度、金森社長です、ザモールの。金森さん、どうも。また、一緒に、ご一緒にできることを楽しみにして待ってます。はい。ありがとうございます。僕も本当は今日向こうに。ブルースさんはお元気ですか？はい。ブルース・オズボーンさんお元気ですか？ブルースさん今あの一生懸命写真撮影をやってますね。今日はね100組親子撮ってるんで。あ、そうです。あ、こあ映り、あ、見えました見えました。後で呼びます。あ、これですね。あ、やってるやってる。そう、今写真撮ってる。あ、いいですね。あ、撮る。くだますでは親子の日はどんなことをされてるんですか？
今日はですね、はい、あの学習フェスタといっていろいろな子どもたちが集まってね、例えば、割り箸ダーツとかよさこい演舞とか輪ゴム銃で射的とかペットボトルのキャップ積みとか一日ね、いろんなコーナーあって、この公民館全部子供でいっぱいです。おお、いいですね。盛りだくさんですね。もう親子でね、盛り上がってますよ。ああ、ちょっと、だから、すごい遊びでしたね。4月の第4日曜日、今日はそうでね、初めて制定されたんですが、ね、第1回ですもんね。全国で3番目といったことで、これからどんどん下松は広げていきますからね。そうですね。一方が素晴らしいんですよ。ですね。先ほど言いましたけど、日本全国が下松になればいいと思いますよ、僕は。ありがとうございます。本当です。市長、西日本一言いましょう。まあ、西日本一の話を。すみません。ベスト10。井上監督さん、はい、下松の状況を申し上げますとね、はい、下松市は全国790市の中で22番目に住みよい、中国、四国、九州地区で一番住みよい町として、東洋経済新報が発表しております。これも皆さん方のご協力の賜物とお礼申し上げます。西日本で1位になりました。素晴らしい。素晴らしい。あとは日本一を目指します。そうですね。まあ、その一助に、この映画親子もなれば嬉しいと思ってます。はい、ぜひですね、広げていきたいと思いますね。ご承知のように、オズボーンさんが総理大臣の奥さんとご会いになりまして、総理大臣の奥様が全国に全員広げていきたいと、こういうことをおっしゃっています。新聞等で出ておりますが、報告をしておきます。いやー、素晴らしいですね。だってもう市長がバックアップしてる映画なんかないですよ。ないです。いや、だから映画の中で笠戸大橋ってさっき僕が、はい、眺めていた橋があるじゃないですか、あれのあそこでの真ん中で撮影があったんですけど、それを急遽橋を止めろっていうことで、一時撮影の間だけ警察の方だとか、もう橋を止めちゃって撮影できたい、警察署の人が店でやってくれたんですね。それもなかなかないことです。ですよ、なかなかないです。素晴らしいね。市の皆さん待ち込む。そうですね。だからもう本当に下松市と一緒に作ったこの映画なので、下松の魅力がいっぱい詰まったね、映画だと思いましたね。天気も良かったし、猪俣さんも素晴らしい監督さんで。場所もいいんだけど、やっぱり一番いいのは人ですよね。そう。人がいい。だから、もちろん市長もそうだけど、もう下松の人々がみんな本当に素晴らしいので、本当にそういう下松をね、体験しに来てもらいたいなと思いますね。ぜひとも、ヤギの黒だれをよろしくお願いします。ぜひ、ありがとうございます。ヤギの黒だれ、ニンニクン。ニンニクン。ニンニクンね。スタミナつきそうですね。うん。元気、源なんでしょうね、きっと。金森さん、どうですか、今日の親子の日やられて。皆さんのおかげで今、はい、素晴らしい日を迎えてもう盛り上がってます。でさっきからなんか市長の顔の入ったニンニクの焼肉のタレが出てますけど、はい、また味噌ができましたのでぜひまた お届けに上がりますから、はい、やった、やった、ギフトセットありますもんね、ギフトセットね。はい、お願いします。僕頼んでますんで。はい、頑張ってございます。はい。久しぶりの方は無理ですかね。はい。ひらめが多い。最後ほら、料理が鍋とかあるじゃないですか。ね。とても多い。ぜひとも、食してみたいですね。また、下松はね、もう食べ物も美味しいしね。映画の中にシフォンケーキも出てますよね。はいはい、はい、それがただのシフォンケーキじゃなくてアスパラで作ったシフォンケーキ。だってあれでしょ、鍋は食べれない、次の食べれるそうそうそう、僕は食べれるやつ。くだまつラーメンもね、牛骨ラーメン。くだまつの方から親子の日に対してのなんかメッセージいただきたいんですけど、親子の日のメッセージを、市長、何かあれば。素晴らしい映画ができましたしですね、基本的に下松が
安全で安心で犯罪のない町を作っていくと、市民全体がこの喜びを感じるような親子関係を作っていきたいと、そういうふうな形で今日ご挨拶をしました。だからこれを永久にですね、市民と一緒に頑張っていこうと、こういうふうに思っております。ですから猪俣さん、親子の映画がですね、この倉松の親子の非制定の一つの大きな原点になりました。でこれがさらに今大きく広がってますんで、今写真が写っておりますが、こういった親子の関係がね、全日本に先駆けて倉松から発信するような気持ちで私たちは頑張っていきたいと思うので、この親子の映画すべて原点、ありがとうございます。本当に頑張りましょう。素晴らしいコメントじゃないですか。そうですね、嬉しいですね。本当にね、なんか今去年ちょうど1年前のロケのことを思い出してるんですけども、本当に感動で胸がいっぱいです。多分もう時さんすごいそうだと思うんですけどね、はい、時さんなんか一言。いやもう なんかこうやってやっぱり1年経ってもやっぱりつながっているっていうものがすごい僕にとっては本当に宝であって、やっぱりこれは親子の日っていうきっかけがあったからできたことであるので、本当嬉しいです。ありがとうございます。いや、ごちゃごちゃありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。またお電話しましょう。はい、ね、ぜひ近々僕そっちに行きますんで、はい、ぜひいらしてください。また飲みましょう、みんなで、はい、やりましょう。じゃあお待ちしてます。またよろしく。ありがとう。金森さん、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 金森さんのおかげでこの映画ね、できたんですよ。金森さんのおかげでね。金森さん、一言お願いします。金森さん、カメラから切れてる、頭が。もうちょっとした、もうちょっとした、もうちょっとした。これからも頑張って一緒に、親子の日を全国に広げましょう。口しか入ってないですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、これからまだまだ続くんですね。まだ、もういい。そう。はい。あ、まだ。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。頑張ってください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。どうも、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに行きます。はい、来てください。待ってます。いやー、素晴らしい視聴じゃないですか。もうほんと ね一番多分日本全国の視聴さんの中で最年長で、ね、そうですか。今35ぐらいですか。そうですね、35、6だと思います。はい、なんでですか。80年期ですね。いくつですかね、本当。やっぱ環境がいいから、ね、そうですね。やっぱりあの視聴さんがあっての下松の町の人たちがっていう、まあ逆もしかりなんでしょうけど、うん、なんかそういう温かさっていうのは本当に。もとさんもそろそろ移住した方がいいんじゃないかなと思いますけど。そうですね。いろいろよく言われるんですけども。もとさんも待ってるみたいだし。そう。奥さんも今いますからね。奥さんもね。役以上の奥さんになってそう。子供もできちゃったしね。何？怒りますよ。ありのままでっていう感じですか。素晴らしいですね。いやでも嬉しい、本当嬉しいですね。あと脚本の渡辺さんも、いろいろご苦労されたと思うんですけど、今日はいらっしゃるんですね。今日はですね、まあちょっとなんかね、ちょっと今へそ曲げてるんですか。いや、へそ曲げてるわけじゃないんですけどね。相変わらず怒った演技をしてるんです。そう言っちゃやばいです。ひどいですね、もう。こんな一本調子の演技は作れないですよね。いや、そう、怒ってる理由があって、まあ、彼はその、ね、家を捨ててしまったときに、その渡辺さんがその後釜になろうとしたわけですよ。そこに帰ってきちゃったからね、まあ、怒ってるわけですよ。それ、裏ストーリーじゃないですか。楓ちゃん、全然何が何だかさっぱり分かんなくなってますよ。どんな映画なのかって。ねえ、そんな映画じゃないですよ。そんな映画じゃないです。監督。まあとにかく僕たちとしてはその映画をがね、一、はい、人でも多くの人に見てもらいたいということで、そうですね、今日ご覧いただいて、どんどんホームページの方にね、問い合わせがありますんで、それをもってどこでも駆けつけて、どこでもお届けしますんで、はい、楽しみにしてほしいと思いますね。今回もあれですね、映画をご覧になって、そう、親子の日の、そう、ここにね、見るしかありました。だから、チェックさん、
僕はもう、関さんも応募してきた人たちが結構いただいたんです。一筆加えてくれたら、受かるかもみたいなこと言ったら、うん、だから会場全く知らないけど、これ取ってもらいたい人たくさんいるんですよ。そうですね。ありがたみ全く分かってないと思いますけど。分かりつつ、ね、そこからこの夜まで終わる頃にはもう。どうですか、初めて生の俳優さんと監督さんを見た印象と感想は。ちょっといきなりこの距離でご対面して緊張してるんですけど、急に満員電車に乗り合ったら監督いたぐらいの感じですよね。そうですね、うん、だって印象として大したことないなってことで、いや、大したそんなことはない。いや、どうですか、さすがやっぱ大監督と。もうね、井上さんいろんな賞を取ってるんですよ。そうですよ、この間もイタリアでなんか賞取ったらしいな。いやいや、シカゴ。シカゴでしたね。映画で、ちょっと賞取りまして。参加賞ですか？金賞ですね。いや、すごいじゃないですか。ねえ、あと数々のコマーシャルと NHK でやったりとか。いやいやいや、もうね、僕はあの若さっていうのは才能だと思ってるんでね。これからもうどんどん頑張って。そう言ってもらえるとありがたいです。もとちゃんも数々の映画とか。そう。かっこいいですよ、本当に。でしょ？だんだん見慣れてくるとね。いやかっこいいですよ。うん、で今でいいんですよ。ね。今でいいんですよ。普段どんなことされてるかちょっと宣伝で言ってくださいよ。ちょうど終わっちゃったところですけど。レッドストットユニオンという、今回の映画の脚本もされてる方が、渡辺篤というのが主催でやってるんですけども、まあ、そこでついこの間まで、舞台で、インド人役を。だから黒いわけですね。はい、それで、こんな真っ黒になってまして。うん、インド人役もこなしますし、今回の親子の映画のように日本人の役も、日本人の素朴な青年も、あ、青年じゃないですね、お父さんも父親役もやれると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。誰に言ってるのか、すいません、なんかどっかで僕のなんかキャスティングしてくれっていう話になって、はい、お仕事お待ちしております。素晴らしいですね、売り込みまで。で、今日のこの番組はですね、今10時から始まって、2時間おき、次は12時、2時、4時、6時と、なんと5回にわたってね、最後声がガラガラになるんじゃないかと思いますけど、関さん頑張れ、頑張りますよ。で、最後までカイズちゃんも付き合ってくれるということで、それはそれは途中で怒って帰んなければですけど、やってらんないんで、でね、なんとね、5限中継ね、さっき札幌つなげましたけど、はいはい、次は沖縄、おすごいですね、金沢、お鎌倉、お博多、あら、あとどこだか忘れましたけど、いろんなところで中継でね、すごい、なんと紅白歌合戦みたいな感じでやるんですよ。なるほど、最後はランチョケット大会のね、黒かて赤かてっていうのはね、来るかもしれませんけどね。大掛かりですよ。すごいですね。去年は地味にね、このライティングもなく、倉庫の片隅でやってるぐらいの感じだったんですけど、今年はライティングもあったり、ライティングもありの、20歳のライティングもありの、そろそろ20歳、そろそろ20歳、でかいですよね、それはね。ねえ、あと2ヶ月、どうですか、倍ですよね、倍以上ですね、俺ね。まあそうですね、うん、でもね、やっぱり精神的年齢が大事ですからね。まあ、若いですからね。ですよ、井上さん映る前ずっと前髪直してました。そうですよ、ずっと前髪直してましたからね。ストレートガーマンって言ってください。監督、今日は寝ないですね。寝ないね。まだ大丈夫です。大丈夫。まだ大丈夫です。お酒飲んで。お酒飲んで。今日は皆さんの親写真も撮るんですか？そうですね。まあ、今日は撮らない。撮らない。僕は去年撮影させて。見ましたよ。撮っていただいて。稲瀬のお母さんがね。ありがとうございます。稲瀬で。はい。ね、あれと仇じゃないんでしょう、やっぱね、お母さんは。仇じゃない。いやいや、仇ですよ。仇ですか？着付けの先生をやっぱそうじゃないですか、はいはい、そういう人は、はい、で、井上さんの娘さんもすごい、ね、すごい綺麗で、僕ね、なんか変なね、愛人連れてきちゃったのかと思ったんですよ。すいません、後で編集しますから。編集できない、流れてますから。そしたらね、娘さんってアーティストなんですよ、はい、井上さんの娘さん、ね、今すごい大人気の、この間まではハンブルグ行ってきて、ちょっとロンドンで人気になったんで、
今海外でいいですよ、ロンドン、ニューヨーク、パリ、上海、多いじゃないですか。大人気でも相手にしてもらえないっていう。あ、それで、ありましたね。なんかね、深夜のフジテレビのアートでアホっていう番組見てるそうなんですね。あ、そうです。来週だったかな。来週で。アートで。アートで。アートでアホ。なんていう名前ですか。アートでアホ。秋のまた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 。皆さん忘れなく。お願いします。ね。じゃあ楓ちゃんの告知なんかありますか。ちょっと今後できるように頑張っていきたいと思います。だってこれないの、文化祭とかなんかするの。私が通っている国際キリスト教大学の音楽サークル、メロディユニオンに所属しておりまして、このライブが10月25日に行われますので、よければいらしてください。ありのままを歌う、すごい。何やの？私は管楽器、トランペットなんかを弾いてます。パンクやったり、フュージョンやったり。どうですか、かっこいいですね。ことをやるので、じゃあ番組の最中でちょっとそれ聞けるかもしれないですね。楽しみですね。次はですね、12時の会は女性アーティストのキャットさんがお見えになって、ここで生演奏やってくれます。おすごい楽ですよ。ということで皆さん、親子の日、はい、最後は親子の日でお別れしましょうか、はい、3、2、1、親子の日、こっち、また見てねー。はい、11時からだよ、はい、バイバイ。ちょっと待って、記念写真、ちょっと記念写真に歌こう、ちょっと。